皆さんおはようございます。関根和夫です。お元気ですか？私は元気にしています。先週私は息子と釣り堀に行きました。先々月も行ったのでだんだん慣れてきていてですね、いつも通り9時の開門ぴったりに行って場所を決めて、さあいよいよ釣るぞと座った時には私の前に鯉がたくさん集まってきていました。口をぷかぷか開けて集まってきて、まるでなんか朝飯くださいと言ってるような感じで、前回同様とても釣りにくいなというふうに感じました。まあしかし今回は釣りに来たからまた別の機会にねと、こうね、そこに集まっている鯉くんたちに挨拶をして釣り糸を垂れ2時間ほど楽しみました。今回は結構大きな鯉が釣れました。2人で10匹ぐらい釣ったでしょうかね。すぐにリリースしてあげるので記念撮影もほとんどしないで終わったんですけれども、しかし私の問題はどのようにこうね、どういうふうに浮きが動いたら糸を上げるべきなんだろうかというのを今一つこうわからなかったですね。ヘラブナを釣りに行った時は浮きを見て浮きのこうなんていうかピクピク具合と竿を上げるというか糸を上げるタイミングというのはとても面白いんですけども、なんかね、竿を上げたらかかってたということが今回2回ぐらいあったんですよね。おそらく思うに、あそこの鯉はかなりお腹が空いていたんだろうなと思うんですね。で、そういえば1時間ぐらいしてから親子連れの客がどんどん入ってきて結構賑やかになりました。池が大きいの小さいの全部で5つぐらいあるのかな。で、いろんな場所で釣れるわけですけれども、小さな池では子供たちが、お父さんお母さんと一緒にやってきた子供たちが釣りをしていてですね、で、その子供たちにも鯉はかかっていたんですね。で、子供たちが大騒ぎして喜んでる姿が見えました。記念写真撮ったりとかね。それを見ながら、ああいう子にもちゃんと釣れるんだなと思いながら、やっぱり鯉はお腹が空いてんだろうなと思ったんですよね。20年ぐらい前に同じ釣り堀で釣りをしたことがあったんですけれども、その時はね、今ほどは釣れなかったように思うんですよね。来年暖かくなったら海で釣りをしたいというふうにね、考えてるんですよね。自分で食べる分だけ釣るという釣りをしたいなと考えた次第です。今回は魚に随分遊ばせてもらったという感じの時間だったんですけどね。まあでも、よく釣りが好きな人は短期だというふうに言われますけれども、釣りをしながらなんかこう、ちょっとだけ目を浮きから離して物思いにふけると言いますか、そういうことができると、なんかね、ちょっと気分がいいなという感じですね。なんとなく、心がこう軽くなるような午前中の時間を過ごしました。何か皆さん遊べるといいですね。釣りが全てではないですけどね、ちょっとこうよそ見をしながらふっとこう自然を見る、水をじっと見るとかね、水のしぶきを見るとか、そういうことができると少し心が軽くなるということもあるかなと思ったんですよね。どうぞ元気でいてください。それじゃあまた。